こんにちは。ハイウェルディングのディレクター岩下です。このビデオでは私たちが手がけているサクションテーブルを紹介します。この機材は主に紙作品、紙資料を対象とした文化財の保存修復作業において使用されます。また薄手のテキスタイル作品の修復作業にも使用されます。その具体的な修復方法についてはさまざまなバリエーションがあるので、それは専門の修復家の皆様にお任せします。ここではこのサクションテーブルの性能、基本的な取り扱い方、分解、組み立て、そしてメンテナンスの方法についてお見せします。それでは実際に作動させてみましょう。電源ケーブルを接続する際は安全のため必ずプラグ式漏電遮断器を使用してください。これは主に EU で使用されている手工という名称でタイプ F の例になります。電圧は 220V、 周波数は 50Hz です。私たちの製品はお客様の国の電力事情に合わせてカスタマイズする予定です。ロシュをトッププレートの上に置きます。ロシュは空気を通します。通常はこのロシュの上に修復対象となる紙作品や紙資料を置き、その上から霧吹きなどで細かい水分を吹きかけながら吸引することで汚れや不純物を露紙に移すことができます。必要のない部分をマスキングすることによって最大限の効果を得ることができます。マスキングする素材は空気を通さないポリエチレンシートなどが適しています。サクションユニットの制御はすべて外部コントローラーで行います。サクションユニットの始動・停止はコントローラーの右側にある押しボタン式のスイッチで行います。スイッチを押すごとにオン・オフが切り替わります。ただし頻繁なスイッチの操作は避けてください。サクションユニットは連続運転することを想定して設計されています。頻繁なスイッチの操作は故障の原因となります。ボリュームつまみを回すことで、稼働しているサクションユニットの吸引力の強弱を調整できます。ボリュームつまみはゆっくり操作してください。マスキングされていない部分の作業領域のことを、ここでは開口部と呼びます。試しに空気を通しにくい A4 サイズのコピー用紙は開口部の上ではこのように踊ります。また空気を通しやすいティッシュペーパーはフィルターと同じように比較的穏やかに収まります。それではこのサクションテーブルの性能を確認するために開口部を塞いでみましょう。修復対象の紙資料を十分に湿らせると水分が隙間を埋め、はじめは空気を通しにくくします。それに似た状態を再現してみます。
右下の圧力計のメモリに注目してください。これはサクション真空、チャンバー内部の真空度を表示するものです。これが吸引力の目安になります。最大の制圧は約マイナス15キロパスカルになります。この圧力計に表示される数値をおよその目安に都度必要な吸引力に調整してください。紙資料は吸引し続けることで時間の経過とともに汚れを移動させながら乾燥していきます。作業が終わりましたら、ボリュームつまみをゆっくり左に戻してから、コントローラーのスイッチをオフにします。主電源のスイッチをオフにして、スイッチのランプが消灯しているのを確認します。クリーニングなどの修復作業を一通り終了すると、サクションシンクの内部には、洗浄水とともに汚れや不純物が残留していることが想像できるかと思います。これらのものを取り除いておかないと、やがてカビなどの菌類の発生の原因となります。ですからメンテナンスが重要なのです。メンテナンス性を優先させるために、私たちはオープンな構造を採用しました。つまり、それぞれのパーツをネジなどを使って固定するのではなく、シンプルにはめ込んであるだけです。この構造は重力と吸引力によって安定します。トッププレートの取り外しは、本体に付属している専用工具を使います。工具の先端をパンチングトッププレートの穴に差し込んで引き上げます。ただし、この時に気をつけてください。パンチングトッププレートの端は切断片がギザギザしています。必ず手袋を使用して、切断片が手首に触れないよう注意してください。トッププレートとサクションシンクの間には、私たちが補強リブと呼んでいるパーツがあります。残念ながら、そのデザインをお見せすることはできません。流体力学に基づいて、空気の流れを妨げず、なおかつ、チャンバーとしての低圧に耐えうるために、独特のユニークな形状をしています。このデザインがあってこそ、このサクションテーブルの構造が成り立っていると言っても過言ではありません。これがサクションシンクの内部です。チャンバーとしての役割は、この空間の真空圧をコントロールすることによって成り立ちます。また、シンクの役割として、このように水を溜めることができます。サクションテーブルとしてだけではなく、テキスタイル作品などをここに溜めた水につけて洗うことも可能です。ただし、その場合は十分に気をつけてください。必ずサクションホースを外してから作業を行ってください。サクションホースに水が入ってしまうと、バキュームポンプが吸い込んでしまい、使用不能になってしまうからです。最後に残留物を拭き取ってください。閉じた空間ではないので、隅々まで拭き取ることができます。落ちにくい汚れなどの場合は、台所用洗剤も使用可能です。仕上げにアルコールをスプレーするのも有効でしょう。ここからは、基本的な構造と組み立て方をお見せします。これがベースとなるフレームです。
サクションシンクを載せるトップ面にはゴム製の小さなプレートを8箇所クッション材として貼ってあります。キャスターの取り外し方、取り付け方をお見せします。これも製品に付属している専用の工具を使用します。まずはこのキャスター専用の極薄のスパナを使ってナットを緩めます。取り外す場合はキャスターのヘッドを右回りに回してください。ベアリングが内蔵されているので指先でスムーズに回ります。キャスターを取り付ける場合はキャスターのヘッドを左回りに回してください。そして最後にスパナを使ってしっかりと締め付けてください。リアサイドの2箇所の足のキャスターは常にフリーですが、フロントサイドの2箇所の足のキャスターはストッパー付きなので任意の場所にロックすることができます。外部コントローラーのトレイはその裏側にあるノブを緩めることで自在に左右に移動させることができ、任意の場所に固定することができます。底板をはめ込みサクションユニットを設置します。サクションシンクをフレームの上に乗せます。そしてシンクの裏側にあるフックに外部コントローラーのケーブルに付属の小さなリングを引っ掛けます。ご覧いただいたように、すべてのパーツはベースとなるフレームの上に順番に乗せていく構造となっています。ですから、このようにサクションシンクの水平さを傾けることも簡単です。この部分が排気口です。そのままストレートに強い空気を吐き出してしまうと、周りの環境に悪影響を与えてしまう可能性があります。この排気ベントを使用することで、下方向に分散させて吐き出させることができます。サクションホースの脱着も簡単です。サイドレバーを上下させることによってロック、またはロックの解除ができます。いかがでしたでしょうか。とてもシンプルな構造でメンテナンス性に優れていることがお分かりいただけたかと思います。私たちは世界中の文化財の保存修復作業においてお役に立てられたらと思っています。ご視聴ありがとうございました。